はい、今日はね山に来ました。タラの芽をね見に来たんですけど、どうでしょう。ちょっとちっちゃいけどちょうどいいぐらいでしょうかね。ちょっといただいていきますか。でね、タラの芽はこういうトゲトゲの木なんで、僕はあのこういう手袋を作ってるんですね。でこうぐーっと引っ張って、これをあっち、いただきます。こういう感じです。このね、袴のところはね、トゲがあってね、痛いんですよ。ね、このぐらいのゴム手だと、トゲが刺さって指までこう、来ちゃうんですね。いや、やっぱり虫出てきたね。ね、せっかく来たから、1回分だけもらってくよ。これ人入ってるね。こいだ跡あるもんね。うん、もう入ってんだね。ちょっとそこのやつ一ついただこうかな。うわ、硬い。いやー、この辺も木伐採したね。重機が入って、この辺もねよく取れるとこだったんだけど、だんだんねこうやってねなくなってきますね。どっか向こうで見たんだけどな。あ、この辺だね。これ、ここにいいやつあります。このぐらいが一番いいんだけどね。これね、業者が入ってね、みんなこれ、ナタでね、芽が出てるとこ切ってくんですよ。ちっちゃいやつはね。集団で来てこうやってやってね、大きくなるまで水につけて、大きくなったら出荷するんですね。本当にね。やっぱり入ってると思ったらもう本当にそういうことしてますね。いてつ、取れるかなこれ。大丈夫かな。いてててててて。そこの木の枝もね、あのタラの木もね切られてるね。よいしょ。タラの木もね、あのオスとメスがあるんですよ。いや、虫すごくて、虫すごいな今日。痛いです。はーい、今日はね、
タラの芽1回分ぐらいしかね取れなかったけれどもね、取りました。結構人が入ってますね。うん、なかなかこれからね山菜貴重になるかもしれません。はーい、今日はこんな感じでした。ありがとうございました。いい感じになってます。はい、じゃあ実食しましょう。いただきます。うん、おいしい。やっぱり山菜の王様だってだけありますね。おいしいです。はい、今日はこんな感じでした。ありがとうございます。